おはようございます。のりちゃんでございます。今日はですね、4月11日の土曜日、読売新聞の朝刊、ニュースの門、行きたいと思います。はい、まとめてくれてます。はい、山下福太郎記者がですね、レポートしてくれてますよ。はい。ということで、鳴かず飛ばずということでね、いい言葉じゃないんですけども、7年間、飛ばなかったよっていう、ちょっとね、飛行機のお話ですね。はい。こちらちょっとその前に、この民間ジェットでね、ホンダジェット。こちらね、ほら、ホリエモンがですね、年末ぐらいにね、プライベートジェットに乗って、バーンと快適だぜっていうのをね、放映されたのちょっとね、記憶にあって、なんで、まあね、これ翼がですよね、ジェット噴射するところと翼がちょっと離れてるんですよね。ですから振動がですね、すごく伝わらなくて快適に乗れるということで、まあ、すごいなと思ってたんですけれども、今日はですね、その、ホンダジェットさんじゃなくて MSJ さんですね。これは、三菱重工さんの、民間旅客機を作ろうということでね。まあ、ちょっとね、実用化が遅れてしまった原因っていうのをね、追求してます。はい。こちらですね、本当は3月の20日の聖火、オリンピックの聖火をアテネからですね、運んでくるのは、MSJ の旅客機の予定だったんですけれども、まあ、残念ながら、ボーイング社。ということになってしまったと。それはどうしてか、なぜかということですね。はい。こちら、形式証明というものがちょっとね、まあ、なかなかちょっと取れなかったということですよね。残念ということで。まあ、この形式証明って、まあ、何かということですよね。はい。こちら。ノウハウなき自前主義のつけということでね。これつけ。で、まあ、当時2003年から始まった国家プロジェクトだったんですけれども、こちらですね。まあ、日本人だけでやっていこうということだったんですね。まあ、これは日本人の国産っていうのを、のジェット機っていうのがですね、まあ、まあ、戦後ですね、敗戦国で飛行機の技術はたくさんあったんだけれども、まあ、残念ながら途絶えてしまって、まあ、YS-11 っていうのもあったんですけれども、まあ、なんとかね、また、ジェット機っていうのをね、日本で作っていこうっていうちょっと野望があったんですよね。で、政府と一緒にまあ、取り組んでやってきたんですけれども、その時の、人材がですね、もう日本人だけでやっていこうということだったんですね。はい。こちら、三菱重工さん、工業さんということはですね、まあ、世界でトップレベルの航空部品を作る、技術に関しては、もう本当に世界トップレベル。はい。で、まあ、もう自信満々で始めたんですけれども、まあ、一つは、飛行機を作る部品というのは、世界一でも、この全体像ですよね。組み立てるということに関しては、まあ、そのいうちょっとまた違うノウハウがいると。そして、先ほど説明させていただいた形式証明やったんでね。この形式証明なんぞやということですよね。これ、まあ、要は審査をっていうのを取らなくてはいけないということだったんで、2013年、まあ、できましたと思って、この飛行機できましたという、どうぞということで、審査を通したんですけれども、残念。はい。審査基準、満たさずということで、すべてというのは900箇所、はい、改良を余儀なくされてしまったと。そこで、まあ、7年間ちょっと遅れてしまったと。で、これどうしてそういうことになってしまったのかということでね、こちらメモの方にもちょっとね、ちゃんと載ってます。形式証明ということでね、まあ、要は、この審査を通すための、基準というのが、まあ、どこの国にあるのが基準なのかというと、ご存知のとおり、もアメリカ、ボーイング、はい、エアバスということでですね。はい。審査をするのは、ね、日本の国内ですけれども、基準というのは、アメリカの、ね、ボーイング、エアバスの基準を通さなければ、世界基準で通さなければいけないんですけれども、まあ、当時、その、先ほど申し上げた通り、日本人だけの技術者だけで、まあ、やってきたと。そういうことで、まあ、ちょっと残念ながらですね、そういう形式証明を取るための知識がなかったということですね。はい。で、もうそこで、まあ、ちょっと残念で、まあ、飛行機は飛んでも、証明できずということで、はい。改良を余儀なくされたと。で、その後、三菱重工さんが、ね、外国人技術者を雇い入れてですね、その社内の公用語はもう英語でやるということの努力の積み重ねをされてきました。で、今現在、審査をね、もう通す、次は通そうということでね、準備段階に入って、もうあと、もうそれを通すのをちょっと待ってるという状況ということでね、まあ実に楽しみだったわけなんですけれども、ご存知の通り、COVID-19 ということでね、
まあ、そういう、ちょっと、厄災が今、降り注いでおります。はい。航空会社っていうのもね、当然、まあ、皆さんもご存知だとは思うんですけれども、まあ、ちょっと大変なことになってるということで、神頼みということでね、まあ、ちょっと通じるかということでね、まあ、ぜひね、京都市の、京都の八幡市にね、まあ、そういう神社があるらしいんで、まあ、お参りに行ってるというところで、まあ、締めくくってるんですけれども、まあ、なんとかですね、この苦節、ね、17年ということですけれども、まあ、ホンダのジェットということでね、こちら、紹介されていますけれども、これもね、開発が始まったのが、もう1986年でも、実は30年かかってるんですよね、実用化まで。はい。で、中国の方も旅客機をね、実用化するのに、やっぱり13年かかってるということで、この航空機の、まあ、失敗を経験しつつ、ノウハウを蓄積して完成に至るのは、初めて開発するときは避けられない過程だということでね、一応締めております。はい。まあね、なかなかね、毎日ね、そんなね、まあ生きててね、何でもうまくはいきませんわね。こうやって、まあ少しずつ少しずつやっぱ、失敗しながら成功していくんだということでね、まあぜひね、コロナウイルスとかに負けないでね、開発して、もうぜひとも、日本のね、飛行機が旅立つ日を僕は楽しみにしております。はい、そういうことです。またお会いしましょう。